黒田道博のレディオファントム。皆さんこんばんは、黒田道博です。お元気でしょうか。しかし暑いですね。今日はちょっと風ありましたけど、昨日ね、ほんと暑かった。そして明日も暑いらしいですが、ね、つうか俺喋りすぎじゃね、ここ何日か。まああのね、昨日夜中の2時にオールナイト日本、今日はオールデン日本ですけれども、はい、間違いないよ。まあ、パクったかパクってないかって言ったらパクった方でしょうね、これはね。どっちかって言うとね。昨日2時にラジオ出させてもらって、結構、まあ、夜中の僕も夜中のテンションだったし、あとは夜中なりのトークでみたいな感じで最初言われてたんですけど、僕は僕なりの夜中のトークモードに入ってたんですが、ね、人気のゴールデンボンバー翔くんが案外おとなしかったっていう。可愛らしくていい子でしたよ、あの子。ほんとかっこよかったし、なんかライブ終わりでね、ラジオをやって、俺だったらとか言ってるわ絶対。アックスでしたっけ、アックスでライブやってそのままね、本当は打ち上げとかね、まあ、酒なかなか飲めないとは言ってましたけども、打ち上げで大騒ぎして、今日の俺終了みたいな感じでやりたかったと思うんですけどね。まあね、仕事ですからしょうがないっちゃしょうがないですけれどもね。本当あの楽しいお話できたし、あとやたらと僕をアラフォー扱いされたあの番組。そんなんじゃねえし。年齢で大丈夫ですかってこう作家さんとかいろんな方にね聞かれて、あ、全然まあいいですよ、そんなの隠してもないですし僕はつって、でもあそこまで言わなくてもいいと思うんだけどね。まあいいです、楽しかったです。はい、今日はですね、まあ誕生日でした66ライブの感想、そして、発売されました10周年の記念ライブスーパーライブファントムの DVD の感想、それとですね、今聴きたい黒田の曲、その他黒田に質問、他普通のお便りもお寄せください。採用者はですね、ラジオ中のスナップショットをメール添付でプレゼント、ラジオをアットマーク 66mk.com まで、ラジオ投稿でお寄せくださいませ。はい、これ暑いよね、ほんとね。どうしよう、暑かったらお前長袖着んないって話ですけれども、それでは1曲目聴いてください、黒田道博でレディーゴー、どうぞ。レディオファントム。
聞いていただいた曲はレディーゴーでした。はい、元気出ますね、レディーゴーね。また行ってみて、アメリカ。そうなんですよ、ね、もうちょっと遠い昔の感じしますが、6566ライブね、めでたく僕も39歳になりまして、まあ MC でも言いましたけどね、まあ、自分の誕生日会を自分で開いてみんな集まってみたいな感じでね、もう十何回やってるということですけど、嬉しいよね、ほんと集まってくれてみんなね、まあそのなんていうんですか、幸せだなって思う反面、ほんと自分がこうね39年間必死こいて、まあ、時にはサボり、ね、生きてきたその生き様をやっぱり声にしなきゃいけないっていうプレッシャーもありますよね、あの日は、もちろん親にもすごくすごく感謝しますし、でまあツアーとは違う単発ものなので、そこでやっぱ決めなきゃいけないっていうこと、それこそ選曲も難しいし、だけどね、まあ、ここ最近すごく正月の単発ライブもそうですけど、非常にいい感じで振り切ってやれてるなっていう、ツアーはツアーでね、こう同じメニューをずっとやっていって、まあ、それ形も、ね、曲もちょこ変わりますけれども、基本は同じなんでね、それをこうやっぱりどうしても人間なんで同じメンバーでずっとやってるとなりもあるし、なんか変な癖もついちゃうし、だけど単発ライブはねもうその瞬間なんで、いやそれそれで楽しいですよね。で今回初めてですか、温泉イベントというものを前につけて、で全部参加してくれた人はまあ3日間ですよ、3日間連チャンで、はい、僕とずっと過ごしてくれたということで、なんかね今日慣れねえな、このカメラの位置がお気づきですか、ちょっとアングル違うんですよ皆さん、これいつもとね、どないですかこれ、こっちの前の方がいい、今の方がいい、今の方がいい、ね、僕もこっち見ていいのか、こっち見ていいのか、マイクはこっちにあるからね、そうなんだね。で四方八方なんか人はだけはいるみたいな、そんなリアクションも取ってくれないくせに、ね、はい、そう温泉イベント、で鬼怒川の方に行ってきまして、でまあ温泉というものは有名じゃないですか、でいつもだったらこう66ライブを必死でやってちょっと間があってみんなとゆっくり何かキャンプをしたりとかっていう、結構なんか別な感じだったんですけど、今回はねずっとつながってたし、正直あれですよね、まあ、温泉だったんで明日のライブのための体力を、体力っていうかその体調を整えなきゃいけないから、こう温泉ゆっくり入ってみようとか、そういうふうにも思われたし、ただ入りすぎたかな俺風呂が開く一番最初に行ったりとかするのが好きで、こう、まあ、一番風呂じゃないですけれど誰もいないところでザブーンってやって、泳ぎはしないけどさすがに、そういうのでのんびりこう虫の声を聞き、綺麗な空を見て、過ごしましたね。で美味しいものも、まあ、来てくださった方は、食べてたとは思います。僕なんか食べたような気にはあんまなってないんですけど、でいろいろクイズやったりとかね、でえりこちゃんです、温泉イベント楽しかったです。温泉も種類があって気持ちよかった。クロリンの浴衣姿も見れたしかっこよかった。ツーショットだったりお部屋に来てみんなでおしゃべりだったり、海外イベントのようにあそこまでゆっくり話せないけれど短い時間でもリン君と話せて楽しかったですと。はい、でみんなといるのも楽しくて夜更かしちゃうから次の日のライブは体がヘロヘロ
まあ、僕もね、皆さん夜更かししてね、おやすみっつって、じゃあまた明日ねっつって夜更かししたんだろうね。でこう、まあお酒を飲める人たちもいれば全然飲まない人たちもいるし、うん、僕もね正直いっぱい浴びるほど飲みたかったですよ。まあ乾杯程度でちょこっといただきましたけれど、まあまあそれはそれで、でね、まあ昨日のラジオじゃないですけれど、そのお酒弱くないよっていう話もしたんですが、でもやっぱり酔っ払っている姿は僕ね、あんまり人に見せたくないんですよ。前ね、なんか日光じゃねえや、甲府だ、でちょっと酔っ払ってましたけれど、そう、本当プライベートでも、あ、自分がちょっと酔っ払ってきたなと思ったら、これじゃあ帰るわっつってパッて帰るタイプなんですよ。でつい 2,3 日前もうちのマネージャーと飲みに行って、なんか僕のなんか行きつけのお店とかの人たちがガーって集まってきて、でなんかね、どんちゃん騒ぎではないけれど結構遅くまで飲んでたんですけど、で僕はまあ慣れてるんで去ってこう帰れっつって帰ったんですけど、そこからうちのマネージャーがもうずっとベロベロになってて、その都度僕にメールをくれるわけですよ。やめろっつってのこっちはこっちで眠って、眠たいから酔っ払ってるから帰るのに、ね、そうですよね。はい、当然またね行きたいなと思いますよ。でも本当鬼怒川温泉良かったです、あそこ。三日月ですよね、違いましたっけ、ホテル好きですよね。歌が思い出せなくて、さっぱりのんびり違うよ、この歌詞じゃないよ。思い出せなくてね、まあいいんですけどね。さとみちゃんもね、温泉イベント楽しかったですということでね、リンクの腕の中にすっぽり入ってギュッて抱きしめてもらって、なんだか照れくさくて、写真ですかね、あで1分間デートの時ですね、はい、そうですね。で、マリちゃんもね、温泉、黒田さんを身近にすごく感じましたということで、はい、でもその次の日がライブだったんで、なんか切り替えはね、全然できるんですけれども、やっぱりそのかっこよく僕なりにその身近な自分と、ステージ上がってる自分の切り替えをうまくやりたくて、でもちゃんとできたような気はしますね。あとはまあ6665はね、ちょいちょい新曲もあったりで、本当ツアー、その曲が出た時のツアーでしかやってない曲たちも何曲かあって、リハもねちょっと道に時間をかけてやりましたけれども、6665の感想も結構いただいておりますよ。その前に曲いきますか、行った方がいいですか、まだ大丈夫、はい。ラジオネームケイちゃん、66ライブ行きました。久々な懐かしい曲もあり、リリース前の新曲もあり、見事なくらい好きな曲ばかりだったので、いつも以上にはしゃぎました、はい、特に My Song For You 何度聴いてもいい曲ですと。ありがとうございます。あこちゃん、両日参加です。In the Silence からワンエンドの流れが印象的でした。 In the Silence の歌い方や動きが前と違ってとても引き込まれました。そう、今回ね、インドサイレンスの感想が多いんですよ。いやいや、これですよね、インドサイレンス、本当、ツアー以来やってないですもんね。癖があったでしょ、あるんですよ、あの曲って。やっぱ振りもそうですけど、パフォーマンスも。それこそ、インデプスの時か。インデプスの時で、ステージ上にトーチ焚いたりとかして、まあ、ある程度演出を凝ったりとかしてて、印象残ってるから、あんまり僕的にはその正直その後やりづらかったんですよね。で、まあ、時間が経って再び In the Silence、 いつも頭の中によぎるんです。なんかそのライブのメニューを考えてって言われた時に In the Silence いつもよぎるんですけど、なかなかやっぱり難しいなと思うし、
なんか変なこだわりというか不安もありつつ正直、うん、できんだろうかみたいな感じもあったんで、だけど今回はまあなんだろうね、自信があったんでしょうね。あとはまあ単純に歌い手として久しぶりに歌ってこの動きをやってみたいという、そう人形っぽい動きというか、あれもまあ思いつきで作ったんですけれど、基本僕思いつきでやるんですよね、振り考えて。その瞬間、まあ、リハでこう勝手にこう体が動いてこれをちょっと具現化してみようと思ったら、ああいう勝手にこうなってたみたいな、パフォーマンス的にあれすごく素晴らしいと思いますよ、うん、ダンサーに教わったぐらい、ギャラ払って教わったぐらいの出来だと思うんですけど。ね、そしてですね、新馬さん、はい、66ライブの感想はですね、マイソングフォーユーの途中、客席にマイクを向ける黒田さんが、これ漢字読めねえ、俺やべえ。これ漢字読めない、漢字読めない、これ。はい、そうなんです。これね、漢字読めないんですけどね、ここにマックがあって今調べればいいんですけどね。ちょっと待てよ、これ絶対ちょっと教えないで。いいよ、黒田アホって書いてくれたもん、ここに、うん、これちょっと飛ばして時に回します。はい、ちゃんと見ますからね。はい、ね、はい、そしてさとみちゃん、うん、翼ですね、その前のみんなの目を見て頑張ろうねと言いたかったというリンクの言葉、元気で笑顔でいてくれればいいというリンクの言葉、心に響きました。その後の翼はぐっと来てジーンとして涙ですと、はい、なんだか救われた気がして勇気と元気をもらいました。だからね、翼、なんかようやく完成したね。だから上野の森で初めてアコースティック、まあその前にね、この番組でやりましたけれど、それがちゃんと形となって上野の森でやって、でバンドで練習して、まあその前に翼を、まあ、自分なりにレコーディングしようと、もともとそのアルバムに入れるつもりではなかったから形にして、で、まあ、天才馬場和義の見事なシンプルで美しいアレンジができたんで、うん、でそれが、ライブでその通り表現できたからね、すごく歌ってて心地よかったですよ、なんかその前にね、こうちょっと僕なりの被災地に向けての MC をしてたんで、なんか自分もしっかりしなきゃいけないなっていう気持ちがすごくこう強く思えたから、翼が非常に良かったんだと思いますよ。迷わず歌えてたというか、はい、ということで曲の方に、はい、行きたいなと思います。でリクエストね、さっきもありましたけれども、みことちゃんもインデプスのツアーでね見た、インダサイレンスをぜひということで聞いてください。インダサイレンス。In the silence, in the silence, 肌はて。In the silence, 入り込んでく脳骨をえぐり取る。I'm not afraid to die.
幸せそうな笑顔、マイソングフォーユーの途中、客席にマイクを向けるクダさんがとろけるような表情で笑ってて、それがすごく嬉しくて、その顔を見てたら、クダさんの誕生日なのにクダさん以上に私が幸せを感じてしまいました。そんなライブでしたと。ね、とろけるような表情で、はい、そうね、マイソングフォーユーも、それこそ DV ね、スーパーライブファントムで初めてやって、うん、なんかみんなが歌ってくれるといいなと思ってあのメロディー作って、で66ライブで一番僕ちょっと泣きそうでしたよ。 あのシーンがこう、まあ翼ももちろんねグッと来てましたし、うん、なんか自分が歌ってる時よりもみんながこう大サビの、ね、上のライン歌ってくれた時が、うん、嬉しかったですね、あれは。はい、うん、だからね、こうよく、まあ、自分でも多分番組でも言ったかもしれないですけど、こういう曲作れんじゃん、先に作りなよみたいな感じで言われることもあるし、自分でも俺も作っとけばよかったなとか言ったことあると思うんですけど、でもね、やっぱ10年経ったから作れた曲だと思うし、うん、だまだまだこれからね、あの新しい曲、今アルバム作っておりますが、今日もお家で、もう暑い中クーラーもつけず、もうね作ってましたよ。なんとなく見えてきたんですけど、ちょっとシングルっぽい、自分の中のテーマとしてはもう何曲かあるんですけれど、できたやつがその曲調と被ってもいいから、今自分が思う、俺の名刺というか、そういうものを作ってみようと思って、だからキーとかコード進行とかも全然同じようなのもあるかもしれないし、なんかね、そうすると結構タタタってこう頭の中でメロディーが出てきて、でそれをちょっと置いといて、このメロディーだったらこんなイントロがいいかなって思ったら、そのストリングスのラインがわーまた出てきて、で暑い中なんとか今日のこのラジオまでに作り終えて、うちのマネージャーに頑張ったねって言われたいなと思いながらも夕方ギブアップし、電話して飯どうするっつって飯食い行こうぜっつってそうそう言ったんですけどね、まあまあ頑張りますわ、帰ってから。はい、そして、水江さんですね、ありがとうございます。はい、66、初めての66でしたが、久々の曲と新曲の両方が聴けて幸せなひとときでした。特にワンエンドと翼とハローハローハロー、特にワンエンドと翼とハローハローハロー、はい、この3曲、はい、ワンエンドはせいちゃんのピアノがからしっとり入りつつも、中盤からトカゲみたいな吹っ切れた感じの歌い方ですごかったですと。
ハローハローハローもノリノリの黒田バンドのいいところを収めた幸せなソングですね。はい、そうね、ワーエン、インデプスじゃねえ、インザサイレンス、ワンエンド、うん、ねえ、嵐が丘、はい、あの真ん中は気合入りましたね。なんかモード変わるね、やっぱり。うん、まあ昔よく続々コーナーみたいなこと言ってましたけれど、うん、まあ、好きですよね、うん、あそこのシーンが好きな人もいっぱいいると思うんですけれども、でもまあその楽しい曲があってのあそこだったりもするし、なんか吹っ切れますよね、なんだろう、バラードとは、まあワンエンドバラードですけれども、しっとりと歌う、まあ、セルとか花とかね、そういうものとは違う、自分の、まあ、体全部使ってこう、そんなね、こう楽しい曲みたいな感じのパフォーマンスじゃないですけれど、あの全部使ってこう自分のエネルギーを本当にフルに出して歌えるシーンというか、まあ、みんなよく言いますよ、その何ていうか大人たちというか、業界の大人たちはやっぱあそこゾクゾクするね、黒田君の魅力だねっていうふうに言ってくれますし、ああいうのでもあれですね僕の何だろう、そのCD だけじゃ収まらない熱みたいなものがね、やっぱライブ特有の僕のそのオリジナリティがバーンって出る瞬間なんで、うん、あれ CD でもやっぱ出せないとプロとは言えないから頑張ってはいますけれども、はい、うん、急にカメラが切り替わるんだねこれね、ドキッとするねはい、そしてゆっきちゃんですね、嵐が丘からあたりテンション上がってましたねと、うん、ああいう感じ好きです、ね、あと新曲4曲好きですという、はい、ありがとうございます。で、ちびこじちゃんですね、ありがとうございます、あの曲この曲と思いはたくさんあるのですが、10年間黒田さんの歌を聴き続けてきて本当に幸せだなと感じました。うん、歌い続けてくれてありがとうの気持ちでいっぱいでしたということなんですけどね。ね、ありがとうございます。まあ聴いてくれる人たちがいるから歌えるし、みんながやっぱ僕を支えてくれてるから歌えてたわけで、はい、うん、ね、そういう部分でやっぱ音楽、まあそれ以上のもんもありますけれども、やっぱりつながりって大事ですよね、人と人とのつながり、まあ一番の僕は武器が歌であるだけで、これからも頑張りましょう。はい、そしてりんちゃんより、はじめまして、はじめまして、66ライブについて、今まで66ライブ参加して、バースデーは前から2列目、2列目初めて見れて嬉しかったし、ざす、バースデーケーキも近くで見れてめちゃめちゃ嬉しかった。質問、リン君はシャンプー何を使ってますか？ラックスです。ありがとうございます。66ライブ参加させていただきました。やっぱり66は特別ですね、私は今回で5回目、ありがとうございます、ツアーのライブとは違ったお祭り的な感じがとても好きです。黒田さんも黒田バンドの皆さんも楽しんでいるのがすごく伝わりました。で、今回は妊婦で、しかも臨月での参加ね、嬉しいよね、うん、激しい踊りはできませんでしたが、好きな音楽を聴いてリラックス&リフレッシュできました。月末の予定だったのですが、次の週の13日に無事女の子ゆずきちゃんが
出産されました。おめでとうございますね。え、嬉しいよ。なんか子供を産んでしみじみ誕生日は特別で、毎年黒田さんのお誕生日も黒田さんや黒田バンドの皆さん、そして黒田さんの音楽が好きなファンの皆さんと楽しく過ごせることは幸せだなと思いました。はい、ね、嬉しいよね、ほんと。ゆずきちゃん、はい、あれですね、まあ、誕生日ね、僕、まあ、なるべくこう30過ぎてから親とはこうコミュニケーションを取るようにしてますし、というかね、それ無理やりじゃなくて自然とこう電話してみたりとか、向こうも向こうで電話よく昔よりかはかかってくるし、でそう、誕生日の日に母ちゃんの留守電が残ってて、みちさん何してんのみたいな感じの留守電が残ってて、ライブだっつって何回やってんだよ。そうそうそう、そんな可愛いお母さんなんですが、はい、ではゆずきちゃんもね、いつの日か大きくなって、あこぺちゃんお母さん産んでくれてありがとうって思ってくれると思うし、またそのね、ゆずきちゃんといつの日か僕のライブ来てくれてね、二人で楽しんでくれるといいなと思います。はい、おめでとうございます。それでは、ちょっと曲の方に行きたいなと思うんですけれども、頑張って今日はメールをたくさん読みたいと思います。2曲続けて、花とですね、翼、僕の極上バラードどうぞ。窓際の なかなか目が出ない、花に水をあげる君と、
この声が聞こえるかい、この声をあなたに届け、雲を澄み抜け、まさかさまに、あなたは今翼をなくす、欲しい夢見て月に恋して、両手を広げ空を抱けよと教えてくれた愛しい人よ、あなたは今翼をなくす、果てしない自由がそこに、そこにあったのにね、だから今僕の翼を愛しいあなたにあげる、空をなくして怖くて飛べないあなたにあげる、もう一度飛びませんか、愛しいあなたを包む空で。黒田道博のレディオファントム。聞いていただいた曲は花と翼でした。はい。そうなんですよ。あの翼初めてですよね。3月のこの番組で初めてワンコーラスだけ若干メロも違ったと思います。はい。で、まあ僕がギタージャニーで作ったものも見事馬場和義はコードを変えて、そう。まあそれはいいんですけど。はい。で、まあ4月上野の森でやって。翼に関してはね、こうどれだけシンプルに言葉も歌詞とかもあんまり変わっなんていうの、1番と2番が違う感じの言葉回しじゃなくて、結構同じ言葉を何回も何回も繰り返すっていう、あんまりしなかったんですよね僕。そのいろんな言葉を詰め込んでこれも言いたいあれも言いたいみたいな感じでよく書いてたんですけど、翼に関してはでもこれしかないんで、そうなんですよね。その地震があってから、イメージ的にはあれなんですけど、そのなんていうんですか、自分のこう自分が立っているこのレベルから下の出来事、海もそうだし、ね、陸もそうだし、だけど僕の中でそこに行かなくて、翼があればいいのになって思う、最初に出てきたんですよね、飛べればいいのになって思って翼を書いたんで、すごく思い出ありますよね。あとは D メロの言葉選びも非常に、いろんな言葉あったんですけど、どれだけこういろんな思いをそぎ落としてそれだけ言いたいかっていう、でそれこそあれですよ、頑張れっていう言葉もそんな歌の歌詞には僕突っ込まないですけど、翼だけはやっぱ言いたかったっていうか、それしかないもんねって思ったし、いい句ですね。そして、花、そうなんですよ、そのね、スーパーライブファンドムではやってませんけれども、 DVD のエンドで流してて、なんていうの、そのライブ映像を見てて、こうもともとその曲のテーマもそうなんですけど、もう花は皆さんなんですっていう、みんななんだ、あなたなんだ、僕らの思い、つながってる思いなんだっていう気持ちがすごく、あの映像を見てて、花、これ花しかないんじゃないのかなと思って、歌っ
ってはないんですけど CD の音源をそこに突っ込んで、やって、でですね、裏話はですね、あの DVD 見た人は気づくかな、あのみんながこうやってるシーン、あれはですね、なんと映像には残っていませんが、ポルノグラフィティ新藤春一と僕がサンディをやってる時の映像あれサンディの映像なんです。監督も多分やたらとみんなが笑顔になってるからこれ使ってみようって言って多分選んだのかもしれないし、いやいや、あれ本当みんな楽しそうだもの、ねえ、それそのみんなの笑顔と花が、まあ、相反する曲ですけれど、なんかねぴったりハマっちゃって、正直ライブ DVD であんまりなん自分のね、もう自分の反省点ばっかり探すから俺はどうしてもやけど、エンドロール見ながらこう自分の名前をこうねローマ字を追ってみたりとかそう、あまりグッときちゃってね、はい、で、そうなんです、6月の誕生日は歌いたいなと思って花をちょっとチョイスしたんですけどね、はい、で DVD の感想もいただいておりますよ、はい、ゆきちゃんですね、あの時の興奮と、感動がよみがえりました、初めて生でリンクのバク転が見れてかなり嬉しかったです、はい、ありがとうございます。四つ葉ちゃんですね、ありがとうございます、DVD 購入した日は仕事終わりで速攻家に帰りました、見終わって思ったことはライブに行きたいですね、ここもツイッターでもみんなやっぱライブ行きたいって書いてくれてるし、ね、そうね、ライブ映像やっぱそれに限るね、また行きたいって、また新しい思い出作りたいっていう、はい、ぜひぜひまた来てくださいよ、はい、あとリサちゃんですね、ブリッツの DVD 見ました、当日の記憶が蘇ってきました、オープニングのナレーションのノリノリな感じがすごく好きです、はい、あーですね、お祭りの時しか出てこないオープニングのね、僕なんですけどね、知ってますよね皆さん、今回のネタを、あのそのブリッツのネタは、ね、結構悩みましたよ、方向を変えた方、新しい展開持っていった方がいいのかな、でも慣れ親しんだ感じのこの口調で、やった方がいいのかな、いろいろ迷って、あのリハーサルの、まあ、みんなが集まる集合時間より、ま、1時間前ぐらいに行って寝起きのまんまそこで「Ladies and Gentlemen」とかこうやりながら、もともとそのネタはあれですよ、桂木哲也のモノマネをしてからあれになったんですよ、僕がその活字のモノマネをしたらそんな感じになって、これかっこよくねって言ってそうそうなんです、はい、そう、昨日つぶやきましたけど活字ね、ハローハローハロー新曲バンドで撮るっていう曲をですね、昨日活字が弾いてくれてですね、ついてやられてる方はご存知ですが、めっちゃ早かったんですよ、でも早く帰るだろうなと思って、もともと3時半から4時半までの間に帰るかなと、ありえねえと思ってたんだけど、返さねえと思ってたんだけど、なんならそれより短かったしと思って百戦錬磨のあの男、あのね、ほんとギター電源入れてこう鳴らしてた瞬間、鳴らしてババオケっつってスタートさせて、ちょろちょろブワーって弾くんですよ、そのライブでやってないような感じのこととかで、それを俺とバビちゃんは聞いちゃって、こうなんかねかっこいいって思って、この人かっこいいと思って、このフレーズいただきって、バビちゃん取っとけよ取っとけよって思ってた、あの人取ってないよ大体それで活字に怒られて、お前最悪だなお前と、もう二度と同じの弾けねえぞって言いながらもう一回お願いしますって、本当にあの人は同じこと弾けないんで呆れた、呆れた、活字に切られた、あれ切れてるこれ、大
私も切れてるんだけど。みんな切れてる。一応放送はしているんですけど、ね、ちょっと待って。これ僕の声聞こえてますか？あ、切れた。繋がりました。こっち切れてる。こっち切れてますね。スタジオ放送事故です。みんな。聞こえてますか？出た？音出てます。え、音だけ？このイケメン面出てないの？私のイケメン面。わだねえよ。みんなテンパった。わだ。戻った？大丈夫？絵は出てない？絵出てない。うち、僕の画面だけ出てないんですけど。リロード、リロード。リロード。はい、ごめんなさい。どこ？どこ？どこ押す？どこ押す？何もできない人になって。どこ押すの？そのボタンのマーク書かれても。大丈夫。あ、大丈夫ね。はい、大丈夫、大丈夫。はい。よかった、よかった。はい。そうなんですよ。もうカズジーの嫌がらせかと思ったよ。さすが。見えないところでも。攻めてくんな、あの人。あのね、すっごく桂木哲也らしい音色で、うん、かっこいいものが撮れてですね。で、今週、いよいよチームトゥールインデックス出動ですわ、はい、トゥールインデックス、はい、そう、せいちゃんとポンちゃん、はい、ね、やってくれるので楽しみです。はい、そしてですね、もう一個テーマあったんですもんね。今聴きたい黒田の曲、これもいっぱいね、もらってるんですよ。エリコちゃんはレディーゴーですね、そしてポモコちゃん幸せの糸、今歌った黒田どんな風になるのかという、うん、幸せの糸名曲ですよ。僕も今でも名曲だと思ってるし、ね、なかなかこうなんか歌詞の節回しも和っぽいテイストの、うん、感じの良かきだなと思いますし、あと花ね、ありがとうございます。そしてポモナちゃんはですね、 Dancing in the Rain、 ね、馬場和義の名曲ですけれども、はい、それとあとは Wonderful Life ね、うん、で、さとみちゃん In the Silence、 はい、そしてマリちゃんは翼、はい、ラコちゃん Life、 うん、季節が違うと思いますが、この曲が持っている祈るような気持ちが今だとまた聞こえ方が違うんじゃないかなと、はい、ね、はい、名曲ですね。もう名曲しか作ってない、どうしよう俺。本当に、夏希ちゃん。ね、昨日は面白いツイートありがとうございました。私は毎年夏至の日にあのネタを思い出しますが、黒田さん的には11年ぶりだったんでしょうか。来年はぜひ覚えててください。そして今聴きたい曲、できたてほやほやで、あっちこっちのラジオで流してくれているあれこれをぜひ。これはおもろい。そうね。やるな。そう、昨日ね、夏至でしたね。うん、ねえ、11年前にね、ダジャレを言って、こうもう今言ったら親父みたいじゃなくてそのみたいが取れるみたいなことも書かれてましたが、はい、そしてハンドルネームジンコちゃんですね、夢で会いましょう、うん、会います。夢で会いましょう、去年いっぱい歌いましたね、インストアもね、ほんと、うん、ゆきちゃんインザサイレンス、多いね、インザサイレンス、たまちゃんはですね、まあ、バラード全般ですが、セル、ウォーターカラーズ、うん、バラード多いね、なんかそういう意味で、あ、で、そしてですね、
リツコちゃんはですね、昨日のラジオで、はい、ショー君のラジオ、オールナイトニッポン、はい、ロックンロールジョーカーが聴けてすごく嬉しかったです。はい、トリプル X では全然記憶になかったです。はい、そして、これはクロウサーちゃんですね。ありがとうございます。ロックンロールジョーカーが昨日聴けてよ嬉しかったです。今日も聴けるかな。はい、それでは皆さん、うちの相棒チャピーが作りました新曲ロックンロールジョーカーを聴いてください。どうぞ。衝撃の切り札、最強な最悪無限のジョーカー、This is the my day、 見つけてゆく簡単な未来をお前に捧げる。 Try 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 手まなく Why 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 半滅に I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  愚かな My 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 乱れる。 Come on my lady、夏も大胆な顔です。俺と眠れよ、 This is the my day、 今なお散らして感情をシャウト、断裂に裁かれる。 Try 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 瞬幕を Why 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 彩れ、 I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  真実を今手繰り寄せる。 Desire right の剣の状態、愛で語りきらない、熱の思いを破滅の闇に叫んでて、 Design right ロケンロジョーカー、信じきれればきっと何にも裁けない、未来に招かれ Go Shine away。先は知る夢が想像で湧いた瞬間のバレて、 Do you surrender? 降りる強さなら Convince and no sense、 流れを呼び込め、 Try 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 新鮮を Why 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 浮かされろ。 I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  完璧は今どこにもない。 Design right ロケンロジョーカー、マイネばかりじゃさまよい、女神の差し伸べた手が消えていく。 Design right ロケンロジョーカー、感じるまま抱き合え。あ、はい、これ実はね、まだ 95% の出来なんですけれども、もうちょっと微調整して、最終、まあ、レコーディングっていうかミックス、はい、するんですけど、まあ、うん、かっこいい曲ですね一言みたいな、それではお知らせ先に行きます。DVD リリースしました、グラダミジエロムーブオン16-16スーパーライフファントム U、ね、赤坂ブリッツ、そして、まだタイトル未定ですが今作っております、今聴いてもらったロックンロールジョーカーも、収録されているアルバム、ニューアルバムが秋、まあちょっと今ぼやけた言い方ですけどね、あの必ず必ずっていうかリリースしますよ、はい、でその、ね、リリース情報と同時に、まあ、ライブも、はい、皆さんにお知らせしていきたいなと思っております。楽しみにしててください。そしてライブなんですけれども、7月15日、ね、川崎クラブチッターでイベントライブに出ます。音楽連鎖、出演は今多分ね、あれだと思う、これキネさんの名前をね言おうと思った時ちょっとウツさんがよぎったんですよすいません、ほんとすいません、今すいませんでした、はい、そうなんです。
ね、本当も大先輩です。はい、木根直人さんと、黒田さんね、いろんなアーティストの方々が出ますけれども、でそのことについてメールもいただいてるんですが、鳩豆さんです。ありがとうございます。木根さんとかと出られるライブ行きたいです。そこで質問、黒田さんは TM ネットワークの曲はご存知ですか？一番歌ってみたい曲はありますか？私は TM ネットワークは高校時代の青春でした。黒田さんに歌ってほしい曲はたくさんあるのですが、あえて言うなら、セーフコントロールですね。いや、あのね、今回、その、まあもちろん自分の黒田名義の曲もやりますけれども、セッションするにあたって、やっぱり自分なりの、その、大先輩とやる意味というか、うん、いろんなことをこう、まあ、近いようで遠い感じの、ね、距離感だったので、そこでやっぱこう直接言葉はいただい、まあ、もちろんいただいたこともあるんですけれども、こう、ね、あんまりこう、なんつうんですか、まあ、ちょっと言葉選びが難しいんですけれども、そこで僕なりにこう、まあ、アイスマンやって、でソロ10年やって、まあ、ボーカリストとしての自信もぶつけたいわけですよ。いろんな部分があって、うん、でやっぱり一緒にやる時に難しいですよね、その選曲というもので、うん、だけど木根さんとやるならこれがいいっていうのを何曲かピックアップして、もちろん TM さんの曲もあって、でそこで YouTube いろいろ見たりとかしてね、かっこいい改めて、本当に何だろう、当僕アイスマンの時は正直そのあれなんですよ、ウツさんしか見てなかったというか、どうやればいいんだろうってこうね、いろいろ研究したりとか、どうやればその自分の声のスピードが出るんだろうって、まあね、いろいろ研究して、ブレス一つね、もう本当ウツさんのブレスは最高ですよ。で、あのなんちゅうの、動じない声というか、綺麗なの声、うん、ね、でやっぱりそこにその伝説の、まあ今でもやってますけれども、その僕の中でのこの TM ネットワークっていうものを、なんかね、39歳にして真剣に考えて、うん、ちょっと向き合ってみようかなっていうふうにも思ってるんで、はい、まあ何をやるかはまだちゃんとは決まってませんが、でもほぼ決まっていましたが、はい、楽しみにしててください。うん、ラブトレーンとかもね、かっこいいよね。そのシティハンターやっぱ見てたからね、よく、そしてマリちゃんもね、その15日のイベント楽しみなんですが、イベントの意気込み、そら負けませんよ誰にもはい、そんな感じですね。はい、で、まあ、クラブチッター僕、まあ、久しぶりなんですけども、楽しくね、いろんな方々と音楽を楽しみたいなと思ってね、ぜひ来てください。で、番組出演があるんですけれども、それにあたって、本公演前にですね、ユーストで、はい、番組配信します。これは6月27日月曜日21時9時ですねから音楽連鎖という番組やります。はい、あと僕も出ます。あと誰が出るんでしょうか。キネさんも出ます。はい、ぜひ、はい、見てください。俺喋らないだろうなどうなんだろう、喋るのかな、なんかあれかな、もうこの小僧な感じがすごい出て逆に喋るのかな。昨日は昨日でなんか兄貴面してね、ベラーって喋ってね、まあ兄貴面というか兄貴なんですけれど、もうちょっと昨日下ネタ行きたかったな、正直なはい、で、来月の放送はですね、7月21日21時から放送しますので、ぜひ皆さんそちらの方も来て聞いてください。ということで今日は頑張っていろんなたくさんメールを読みましたが、読まれてない方ごめんなさいね、はい、全部読んでますよ。はい、で
写真も送りますんで。はい、じゃあまた来月ということで、それではライブぜひ皆さん来てください。楽しみましょう。最後に My Song For You ライブバージョン聴いてください。バイバイ。夢に口づけて強き心を胸に呼び覚ます。星は瞬き時を駆け抜ける。奇跡と揺らの空へ離れるこの大地で愛しさを知る僕らは、悲しみにあふれるこの時代で何を残せばいい。きっと千年先も一秒前も君を照らし続けたいと願う星のその瞬きが運命さえも変えてくれ。